今日は、Rad PHP XE2 を使った、多分皆さん非常に興味関心のあるところだと思います。PHP という言語を使うんですが、JavaScript などを使いながら、モバイル端末向けの Web ページ、Web アプリケーションを作るための、その手順などを解説してまいります。最後に、PhoneGap というライブラリを使って、ネイティブアプリに変換するというお話もさせていただきます。これからですね、Rad PHP というのは、主に PHP 向けの ID として、3年ほど前ですか、4年ほど前には Delphi for PHP と言ってましたが、単にモバイル向けのウェブページをドラッグアンドドロップで作ったりする開発環境としては だけではなくですね、PHP、純粋な PHP のエディターやデバッカーとしても利用できる便利な ID です。でその機能を使って、ドラッグアンドドロップじゃない、非常に手動でですね、めんどくさいんですけども、手動で開発にはどうするかっていう話を先にしてですね、その後モバイル向けのウェブページをドラッグアンドドロップで作り、ページの遷移とかですね、Ajax を使った画面の更新。で、jQuery モバイルというものを使うんですが、ベースとなっているライブラリー、プラスプラグインとしてシンプルダイアログという、例えばですね、ダイアログボックスを出すための JavaScript ライブラリーもありますので、これを紹介いたします。で、最後に PhoneGap。で、その仕組みなどもですね、もう一度おさらいというかですね、よく聞かれる話なので、仕組みなどをですね、Delphi を使って解説しようかなと思っています。で、行きましょう。ではですね、まず、Rad PHP XE2 を起動します。で、見た目はですね、Delphi や C++ Builder と非常に似てるんですが、PHP 用の ID です。例えばですね、新規作成でその他で、コンソールアプリケーションというのを選びますと、非常にシンプル、何も中身のない PHP のスクリプトファイルが出てきます。で、中身空っぽなんですけどね。で、これで開発をしていくということになります。で、ここになんか文字列を表示するわけですね。で、この時ですね、Rad PHP XE2 には、Apache のウェブサーバーと PHP のエンジンが内蔵されていまして、例えば Apache のウェブサーバーはですね、3571のポート番号で内部的に起動しています。これを使って、ウェブページのデバッグやテストなど、開発などを行うことができるようになっています。で、エディターとしてですね、便利なのは、やはりコード保管というものが効くということでしょうか。エコーメソッド。それ以外にも、日付などを処理するデートタイムとかですね。クラスとかデート関数などが、その場で、コード保管を使って探すことができてですね。英語でやるんですけども、ヘルプなども出てくると。で、それ以外にもですね、F1 キーを押すんですけども、例えばデートの F1、ところにカーソルを置いて F1 キーを押しますと、PHP のリファレンスマニュアルがその場でポップアップで出てまいります。日本語版のヘルプが搭載されていますので、簡単にですね、使い方などを確認することができます。これ非常に便利だと思います。さて、この PHP のスクリプトですけど、ここにですね、HTML のタグを書いたりしてですね、全体として HTML ファイルっぽいんですけども、一部 PHP のスクリプトにするとかですね、まあその逆もできるわけですね。で、こういうふうに PHP のスクリプトのファイルだけを使って、ビジュアルな Web アプリケーション、Web アプリケーションビジュアルですね。失礼。モバイル向けの Web アプリケーションを作ると。どうなるかというと、これまではメモ帳などを使ってですね、エディターなどを使って、ご覧いただいているような、ほとんど HTML。で、中身にちょっと PHP のスクリプトが混ざっている PHP ファイルを作ることになります。ここでメタタグが入っていたり、タイトルのタグですね。で、JavaScript のライブラリカスケードスタイルシートも、jQuery モバイルや jQuery のものを読み込んで表示すると。で、フォームタグがあって、なんか途中一部 PHP のタグが混じってますね。今日の日付を出力するデートの文字列
を返す関数の呼び出しとエコーメソッドを使って文字列を出力すると。この部分だけ PHP です。残り全部 HTML ファイルですね。はい。で、これを手で書いて、で、フォームをサブミットをすると、テスト PHP にポストされますので、そのポストされたスクリプトでは、ポストされた内容を出力して表示して終わるという。で、簡単なページですけども、まあ、こんな風にですね、全部文字列で書くことになります。まあ、幸いエディターにはですね、HTML のタグのコード保管などもありますけれども、JavaScript のタグ、コード保管がなかったりですね、まあ、不便なところもありますから、ページ数が少なければ、まあ、これでいいんでしょうね。まあ、ちょっとこれで実行してみましょうか。ですね、今、アクティブになっている PHP ファイルを、ブラウザーで確認します。アドレスはですね、ローカルホストのこのマシン上のウェブ、アパッチのウェブサーバーの3571のポートのユニット1 PHP というページになります。もう一つはサブミットされたページですね。で、これをアクティブにして実行すると、中身空っぽと。そうですね。ポストしていませんから、文字列は空ですね。で、プロジェクトマネージャー見ますと、メインスクリプトというものがあります。で、今、メインスクリプトとして設定されていないので、どれも、アクティブなタブのページが最初に表示されますけども、メインスクリプトを設定しておきます。で、そうすると、プロジェクトマネージャーのスクリプトの色がですね、メインスクリプトだけ太字になります。で、この状態で実行すると、アクティブなページとは関係なくですね、メインスクリプトのページからウェブページのテストが始まるというわけです。何か文字列をですね、入力して送信ボタンを押します。ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、画面がですね、くるっと回って、新しいページに切り替わったと思います。今日使っているウェブブラウザーは、Chrome になります。Google Chrome の最新版ですね。この後、テストするですね、iPhone や Android の OS に搭載されているウェブブラウザーは、この、Google Chrome のウェブブラウザーのエンジンと同じようなものが使われてますので、まず簡単なテストであれば、Google Chrome を使ってテスト可能だと思います。では、もう少し中身を見ていきましょう。PHP のスクリプトで、今日の日付を出すのはいいでしょう。それ以外は HTML のデータですね。で、jQuery モバイルの場合には、div の要素を使って、ページのヘッダーやコンテントの、クライアントの真ん中の部分ですね。フッターの部分などを、専用タグ、div のタグと専用の属性、データロールというものを使って、作ってもいきます。この中にですね、フィールドコンテインというデータロールがあります。この中身がフォームとしてサブミットされる要素になります。これ忘れるとですね、何も送信されないんですね。はい、で、ラベルのタグがあって、インプットタイプテキスト。この部分は通常の HTML のタグになります。で、名前と ID ですね。の文字列が設定されています。で、送信ボタンがあると。で、送信先は、サブミット先は test.php ですので、こっち見てみましょうか。クエスチョンというですね、インプットタイプテキストのフィールドの値を、ポストの変数から取り出して出力するだけですね。で、便利なのはですね、コード保管、ここでもポストなどが使えます。何だったかなって思い出さなくてもですね、コード保管で簡単に入力が可能ですので、コード保管便利に使ってください。で、ここで表示するんですね。で、ブレイクポイントを置いてテストすることもできます。で、この場合には、この、テントウムシの、アイコンのついてるですね、実行ボタンを押してください。で、ウェブブラウザーから送信して、デバッカーで止まると。
ですね。ちょっと文字列が化けてしまっているのは UTF-8 の文字列をですね、シフト実数で表示しようとして、これちょっとデバッカーの問題もありまして、ちょっと直すに直せない部分ですので、オープンソースのものを使ってますので、ちょっと問題があるんですが、デバッカーの機能でですね、シフト実数の変換するスクリプトをここに監視式の中に入れてですね、見ると、シフト実数の範囲内で UTF-8 の文字列が見えます。この面に関してはまだ改善が必要ですが、何せオープンソースのデバッカーを使ってます関係上ですね、直さないところもあるというわけです。ご了承ください。で、ご覧のようにですね、PHP のスクリプトだけを使って、JavaScript やカスケードシートのスタイルシートをインポートして、で、画面を、構成してデバッカーで止めて、ウェブページ、モバイル向けをですね、テストすることが可能です。で、その際には Google の Chrome も使えると。はい。で、ここでですね、jQuery というものを使ってきました。さらに jQuery モバイルというものを使ってきました。で、jQuery って言ってるんですけども、隣にいらっしゃるマーケティングの女性の方、jQuery って何個も言ってるんですけども、何の意味なんでしょうか。なんかクエリー言語で、みたいな。J は何でしょうかとかですね。クエリーって何だろうと。あまりにも最近だと当たり前すぎて、jQuery って何だろうって。結構 jQuery の歴史古いんですけど、さあ jQuery って何でしょうかと。なかなか想像つかないですよね。多分皆さん同じような思う方がいらっしゃるんじゃないかと。jQuery のちょっと歴史を、Wikipedia で。ね。歴史結構古いですね。2006年から始まってますね。だから、もう6、7年経ってるわけですね。なんか最初 Java の、Java 言語の、クエリー言語のクラスライブラリーかなとか、最初思っちゃった時がありましたけども、そうじゃなくて JavaScript 系のライブラリーになります。で、jQuery モバイルというのは jQuery のモバイル機能を追加したライブラリですけども、まあ、その前に jQuery って何だろうということですね。Google で jQuery って何なのかって探すときどうするかっていうと、jQuery stands、まあ、いや英語ですけども、まあ、どういう意味なのかっていうのを探すとですね、同じような質問をしてる方がいます。はい。これ見るとですね、jQuery っていうのはもともと、クエリーっていうことを行うため、の JavaScript のライブラリで、クエリーって何するかって言ったら、HTML のドキュメントオブジェクトモデルですね。難しい話なんですけども、HTML のデータを処理するために、使っている技術、ね、JavaScript 版と。もともとそこから始まってるってことですね。はい。ちょっと余談ですけど、揃いましたけども。はい。で、こんな風に jQuery と jQuery モバイルの機能を使って、見た目は非常に単純な、このインプットタイプ、テキストのタグですけども、jQuery モバイルと jQuery を使うと、見た目がですね、モバイル向けに変わるということですね。これは jQuery の JavaScript を外すとですね、非常にシンプルな、普段見てるような、エディットの入力領域やサブミットボタンに変わってしまうと。まあそういうことです。では、次ですね。次はですね、jQuery モバイルを使ったもうちょっと便利な開発手法があるんだということですね。今見ていただいた RadPHP X2 のモバイル向け開発について説明していきます。コンポーネントがありますので、それをドラッグアンドドロップすれば簡単にページを作っていくことができます。ただしちょっと注意点がありますので、それをちょっと簡単に説明して、画面遷移のお話と AJAX を使った画面の更新。で、jQuery モバイル向けのダイアログボックスライブラリ、シンプルダイアログも見ていきましょう。今のプロジェクトは閉じて、で今度はですね、ファイル新規作成その他のモバイルアプリケーションの、ボタンを押します。最初はですね、iPhone の背景がついたページが出てきます。で、このフォームの中にツールパレットにあるモバイルのカテゴリーのコンポーネントを配置していくわけですね。
まあ、ただし、このモバイル系のコンポーネントだけじゃなくて、通常の HTML の範囲で、動作するですね、ラベルコンポーネントなども配置可能です。例えば先ほど見た、テストの、最初のウェブページですね。お問い合わせのページをどうやって作るかと言いますと、画面中に M パネルを配置します。で、適当にサイズを決めて、画面の上の方に持っていって配置すると。で、色をですね、適当に変更しておきましょう。うん。これがヘッダーですね。で、クライアント領域には、ボタン。これはモバイルのコンポーネントのボタンを配置します。はい。で、テキスト入力領域は mEdit を配置します。で、通常の文字列ですけども、mLabel ってあるかなって探すと、mLabel ないんですね。ここは普通のラベルで結構です。単に文字列ですから。で、このラベルのフォントがちょっと小さいので、カスケードスタイルシートで変えてもいいんですけども、直接フォントのサイズを大きめにするということも可能です。はい。で、ここで重要なのはですね、まずこのフォームのエンコーディングプロパティを UTF-8 にするということ。で、もちろんですね、Apache の PHP のエンジンはどう設定されるかと言いますと、デフォルトのキャラセット、送り返されてくる HTML の、コンテントヘッダーは UTF-8 になります。で、内部的な動作している PHP の、文字コードも UTF-8 のみに設定されているので、PHP に関しては、この開発環境に関してはこれで問題ないですが、忘れちゃいけない、このページのエンコーディングのプロパティを UT8 に正しく設定しておいてください。で、この後、ボタンを選択して、キャプションを日本語で入力して、送信に変わる。で、ラベルに関しては、キャプション、そのままですね、を、同意、あ、は、せ、書いてもいいですし、これ、点々点とこのボタンを押すとですね、HTML のデザイナーが出てきます。これで、ある程度の修飾をすることができると。で、この時ですね、このキャプション、これ一行で非常に見づらいんですが、これ見るとですね、見づらいですね。いろんなタグが混じっている文字列になります。こんな風にですね、このラベルは、いろいろなですね、HTML のデータを表現するために使える汎用のコンポーネントですので、M ラベルではなくて、ラベルですけども、モバイル系のウェブページに配置することができる。はい。で、この送信ボタンなどを色を変えようと、灰色のボタンっていうのはなかなか、見ることはないかもしれませんが、ラド PHP のコンポーネントの中にはですね、モバイル向けのテーマがあります。これ非ビジュアルコンポーネントです。このアイコンで表示されてますけども、これはですね、色の設定を決めるためのですね、コンポーネント。まあ、いくつ置いてもいいんですけども、まあ、一つ置きました。で、このコンポーネントをボタンから参照する。失礼。ここで色が変わるんですね。おう。で、エディットに関しても、同じように色を変えます。これは別に青くならないですね。はい。で、ヘッダーの部分ですね。ラベルを配置して、ここに今日の日付、最初に見たウェブページ、ウェブアプリケーション、同じようにですね、ラベルを配置してみましょう。はい。フォントのサイズもちょっと大きめにしてと。で、ご覧いただくとわかりますように、構造ペインというところを見ると、フォームの中にパネルがあって、パネルの中にラベルがあってというふうに、親関係を、
その場で確認することができます。ドラッグアンドドロップですね、親環境を切り替えることもできます。で、このパネル自体をですね、失礼。パネル自体を動かすと、ラベルも一緒にくっついてくる。はい。で、こんな風にですね、ウェブページを作ることができます。で、もう一つの送信ボタンを押したときに、次のページに移りたいんですね。その時には、新規作成の、その他で、今度は、PHP ファイルのノードの中のモバイルページを選択します。はい。で、保存するときにですね、もうちょっと名前変えたいなと。ユニット2っていうのはあんまり嬉しくないということで、例えばテスト PHP に変えると。先ほどと同じですね。で、その場合には、まず、リファクタリングで、クラス名を変えましょうか。テストにしましょう。このページ一つ分をですね、一つのクラスで表現しています。で、PHP のリファクタリング機能を使って、簡単にですね、テストを置き換えることができる。に置き換えることができると。それ以外の大事なもの、この変数名、これもリファクタリングで、変えましょう。これはテスト。これは変数名は何でもいいんですけども。はい。で、これもリファクタリングを完了すると一気に変わる。残りですね。これ、ここ重要なんですけども、ユニットのクラス名はテストに変わりましたけども、フォームの名前ですね。名前プロパティがあるんですが、ありました。ここも、これはですね、クラス名と同じにします。これで、最後に保存するときに、テスト PHP に変えると、はい。で、これで名前の変更が完了です。まあ、最初に生成されたユニット 2PHP から、別のテスト PHP に変えるのちょっと手間がかかりますけども、リファクタリングの機能を使いつつ、重要なこのフォームの名前ですね、プロパティを正しく設定しておいてください。はい、で、この中にですね、送信された内容を表示するですね、ラベルなどを配置することになります。で、イベントハンドラーに関しては、送信ボタンをダブルクリックすると、イベントハンドラーのひな型が生成されます。デフォルトではですね、Ajax を使わない画面を全部リフレッシュするタイプの送信ボタンになります。で、ここで送信された内容を表示するんですが、次のページに移らなければいけませんから、ページ遷移用のリダイレクト関数などを使います。実際にはこれ HTTP の、ロケーションヘッダーにですね、リダイレクト先が返されるだけなんですが、ここでですね、先ほど作った2ページ目、テスト PHP のリンクを、リダイレクトを行います。はい、じゃあ問題はですね、この最初のページから次のページに移ったときに、このページのラベルにですね、送信されたお問い合わせ内容というのを表示したいわけですけども、このスクリプトの中からはですね、そのテスト PHP のインスタンスのようなものは参照できませんので、何かしら方法を使ってですね、2ページ目にデータを表示しなければいけないということですね。この、RadPHP のこのページの構成というのは、1スクリプト1ページになってますので、このページからですね、別のページをこの中でレンダリングするということはちょっと基本的にはできませんので、注意が必要です。ページ線に関してはリダイレクトを使うことになります。はい。じゃあ、完成版を見てみましょうか。このような感じです。送信ボタンを押します。イベントハンドラーを見ますと、セッション変数を使ってますね。文字列の入力領域、これテキストエリアの複数行対応版を配置しています。テキストエリアになります。で、このテキストプロパティを読み出して、まず一旦セッション変数に格納しておきます。で、その時にはクエスチョンというキーを使って入れておきます。もうちょっとわかりやすい、なんか別の名前が、ぶつからない名前がいいかもしれませんが、とりあえずクエスチョンにしましょう。で、その後にリダイレクト関数を読んで、次のページに移るわけですね。次のページはどうするかと言いますと、オンクリエイトイベントで、ページが表示される、その前段階で、セッション変数から、もともと格納されているはずである文字列を
ラベルに表示と。はい。で、これちょっと実行してみましょう。まずは、この、今日の日付ですね。が表示されています。で、お問い合わせ内容があって、送信ボタンがあります。はい。で、送信ボタンを押すと、セッションに入って、リダイレクトされましたので、ブラウザーの URL が変わって、テストとモデルズが表示される。じゃあ次はですね、開業を入れてみましょうか。開業 B、C と送信ボタンを押すと、うん、開業がなくなってしまったんですね。これ良くないということで、開業を入れるにはどうするかと。はい。で、この先ほど見た送信ボタンのイベントハンドルはテキストプロプト読み込んでますけども、これ実は、HM タグが入ってない通常の開業コードが入っている文字列が、取得できるだけなので、HTML のタグが入ってないからちょっと開業が正しく表示されなかったわけですね。はい。で、どうするかということですね。まず、それ以外にもですね、もう一つテクニックがあります。まずですね、このセッションに格納しているクエスチョン、キーのキーとなるこのデータは自分でわざわざ保存しなくても参照可能です。どういうことかと言いますと、このフォームの内容、実行時に変更したプロパティ内容も含めてすべてブラウザーのセッションごとにサーバー側で保存されています。どういうことかと言いますと、このセッション変数の中にですね、RPCL APP から始まるユニットのフォームの名前、ドット、コンポーネントの名前、ドット、プロパティ名ですね。で、データが格納されています。で、これをそのまま読み出せば、わざわざセッション変数自分で定義しなくてもですね、いきなりアクセスできます。で、このラインズ、というか複数行のプロパティ、アレ型ですけども、これをもともと PHP が持っているインプロード関数を使って、開業のタグで連結します。で、それをラベルのキャプションに入れて HTML として表示しようというわけですね。ですから、リダイレクトの関数だけで、もちろんパラメータのチェックとか必要ですから、まあこれ以外にコードは必要なんでしょうが、画面遷移だけであれば、リダイレクトだけで結構です。セッション使わなくても、セッションの値は、セッション変数の中にフォームのデータが入ってますので、ね、これを参照すればいいとですね。では実行してみます。はい。テスト、あ、すいません。失礼。A、B、C。送信すると、まあ、こんな風に開業が入って表示されると。で、テキストエリアを見ますと、私が付け足した開業、どっかに、うん。ありましたよ。ここですね。まず、わかりづらい。A、開業、B、開業、C。ね。で、これで、表示されてるわけですね。はい。で、うまくいったと。じゃあ、セッションの変数の中に何が入ってるかを、デバッグを使って確認してみましょう。